マネツです。それでは今日の試合をハイライトで振り返りましょう。まずはトップ名古屋がハンインとソヒョンオンという2人のカットマンできたというのが驚きでしたね、はい、そうですね、トップ名古屋は勝負に出たと思うんですが、はい、なかなか2人のパワーボールを抑え切ることができなかったですよね。日本ペイントマネッツはフォンテインウェイとランシというペアでした、はい、非常にやはりこの力強さがそうですねありましたね、はい、ゲームカウント2対0でまず第一マッチをものにしました。これですね、はい、トップ名古屋のチームの方は、うん、第一マッチからの入りまで作戦を立てているって言ってたんですかね、はい、そして第二ゲームです、はい、トップ名古屋は安藤美奈美、そして日本ペイントマネッツは松平志保でした。はい、前回の試合を、ね、覆すかのような本当リベンジしたというような松平選手がリベンジしたというような戦い方でしたね、はい、データ卓球が生きた、プレーだったと思います、うん、はい、第1第2を松平が取りました。第3ゲームでトップ名古屋の安藤美奈美が1本取ったんですけれども、はい、第4ゲームで松平志保が振り切ったという形になりました。少し安藤選手の打ちミスももったいないミスもね、ところどころでちょっと出てたので、やはり気持ちの面でどうしても勝ちたいっていう気持ちがね、うん、ちょっとしたミスにつながったのかなと思いますね。今シーズン2度目の対戦リベンジ果たしました松平です。そしてトップ名古屋はこれで追い詰められた中での第3ゲームでした、はい、チェン・イーチンとそして日本ペイントマネッツは相馬という対戦でした。はい、お手本となるような、うん、カット攻略でしたね、うん、前後左右に、素晴らしいパワーボールを打てるという強みがやはりチェン1にはありましたね、はい、まあ、本当にこの相馬に対して安定した試合運びでしたよね、うん、そうですね。相馬選手も最後はね、攻撃を仕掛けたりして食い下がったのですが、うん、やはり最後の最後落ち着いて、はい、ただ相馬にとっても非常に収穫のある敗戦ということになりますよね、はい、そうですね。課題がよく見えた試合だったと思います。チェン・イーチンがこの第3ゲームをしっかりと取りました。そして迎えた第4ゲームはハンインとフォンテンウェイという世界最高レベルの戦いでした。はい、お互いも試合巧者ですのでね、百戦錬磨じゃないですけども、はい、もう本当に意地と意地のもうぶつかり合いの中でも、途中の作戦変更、それに対応するフォンテンウェイですね、うん、はい、さすがに最後はもうパワーボールを出してきましたね、はいはい、まあ、お互いにそのです状況、一方的な状況を作らずに、そうですね、いろんな手を打ってくるという、うん、そうですね、攻め合いがありましたが、最終的にはフォンテンウェイがストレートで、はい、ハンを破りました。はい、すごい見応えのある試合でした。